さあ、ゴジラジャパン頑張れよ。先発はソガだ。ソガしっかり抑えるにゃで。ワールドチャンピオンシップベースボール決勝戦の模様をお送りいたします。コロンビアの先発は左のグスマン、対する日本の先発はベテランソガ、この両投手の先発が発表されています。さあ、歴史に名を刻むチームはどちらか。まもなくプレイボールです。負けた、だと。マジか。くそ、4年ぶりの再会が。超久々に負けたな。ベスト9は2人か。ピーターソンもいるな。ほんとだ。アメリカのギブソンはロタ。ジュニアか？ピーターソンいけるやん。ほう、今年はピーターソンを使ってやるか。ピーターソンレギュラー奪還よかったな。166年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番ショート、中本。2番セカンド、松井。3番ライト、鈴木。4番サード、中村。5番キャッチャー、ピーターソン。6番ファースト、平岡。7番レフト、若松。8番センター、平野。続いて投手陣。先発調子次第、桑田。先発調子次第、小山。先発調子次第、木田。先発調子次第、曽我。先発調子次第、青柳。先発調子次第、千賀。中継ぎビハインド、荒井。中継ぎビハインド、井村。中継ぎ接戦時、田畑。中継ぎ接戦時、永田。中継ぎ接戦時、山口。セットアッパー、浅尾。クローザー、藤川。留学選手が帰国。岩上は打撃能力はまだまだだな。まだ時間がかかるな。真山はミートと守備だな。しっかり打撃を伸ばすんだな。岩上レギュラー目指して頑張るんやで。真山は高卒だし悪くはない能力。こいつは晩成型だからチャンスあるかもな。ドラフト選手の能力。今年は助っ人がちゃわないのね。鈴木は留学でさらに強くなるな。聖夜期待してるからな。青いキャッチャー B やんけ。 C じゃなくて B だったか。留学出せば打撃も C に乗りそうだしいけるやん。これなら普通に回じゃなくてこいつで正解だったな。回はキャッチャーついてないし結果的に聖夜と両取りできて大成功や。こいつはやっぱり総力カンストしたか。適度の打撃が伸びればワンチャンあるぜ。こいつは変化量いい感じだな。ここからどこまで伸びるかだな。今シーズンもこのお時間。今年の相手もホークスか。今年もうちがぶっ倒してやるぜ。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ホークスの先発は覚醒した男熊谷、対するタイガースの先発は期待の逸材桑田。以上の両先発、日本一をかけた。はいはい、何やってんだ。おいー、全員最低年俸にするぞ。打
戦無冠会。さよなら勝ち。接戦じゃねえか。カズオありがとう。これでタイだぜ。このまま負けずに勝て。さて本日の日、大勝で王手だ。それくらいいつも王手。日本一だー。日本一の栄冠に輝きました。歓喜の瞬間です。330、331、331、333、334。いやー、2連敗スタートでどうなるかと思ったけど、その後はしっかりと4連勝で決めたな。まだまだ打線は不安だな。主力の衰えもあるし、引き続き強打者の補強を優先していくぞ。王さんとかそろそろ出てくれないかな。見事日本一となったトラホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。連敗スタートとこのまま姿を見せてしまったな。うちは強打者を募集中だ。スラッガーはバンバン転生してきやがれ。勝ちは増えたけど120勝までまだまだだな。まあ主力が衰えているから多めに見てやる。防御率悪くなったな。投手陣も30代ばっかだったしな。若手も使っていかねえとな。打率は上がったな。鈴木は留学に出せばバカスカ打ち始めることだろう。久々にキャッチャーで取ったな。ピーターソンナイス。鈴木も1年目から取ったな。MVP はノリさんだぜ。鈴木は新人王だな。平岡首位打者おめでたし。ノリさん圧倒的。聖夜も圧倒的だ。千賀と小山の接戦だったか。すげえ接戦だったんだな。ノリさん急に衰えてきたな。ホームランの数もかなり減ったな。カズオが全然打たないな。あの能力でこの成績はしょぼすぎだな。ノリさんや中本も衰えてきたし、ほんと強打者の補強が急務だぜ。投手陣は問題ねえな。球児おじさんはまだまだいけそうだな。センガー。お前は若手だし絶対出さねえぞ。井村もか。お前は迷い。田口か。出場機会だろうな。海外スカウトを変更だ。とりあえず次期生捕手は仰いでいけそうだしな。選手の契約公開。青柳は引退。青柳さん引退か。今までお疲れさんだぜ。青柳は投手コーチにしてやろう。青柳コーチこれからよろしくな。宮本も引退。宮本もいい投手だったな。田畑も引退。田畑もここまでか。斉藤も引退。今年は引退ラッシュだな。石村は首。年齢的にしんどいな。磯田も首。まあ控え捕手も難しいだろうし。以上だ。
よかろう。キャッチャーアップだ。葵のキャッチャー A にあげたいしな。さあ今年も強打者出てきてくれよ。見ていくぞ。早川だー。次期先発ローテ陣も整備しておきたいからな。他にいい奴がいなければ取ってやろう。優先度はそこまで高めではないのね。これは偽噂。投手の転生は早川だけか。こいつまあまあいいな。かなりバランスいいな。化け物レベルはいねえな。今年は不作かな。こいつはまあまあだな。特能確定多いな。多すぎだー。多すぎ久しぶりだな。確か最初に取った時活躍して今も通算打点記録2位だぜ。それ以降は転生しても確か取ってねえからな。ノリさんも衰えてきてるし強打者出しありだな。補強ポイントではあるな。若月だー。おいじ規制保守候補が決まった途端めっちゃ出るじゃねえか。今まで全然出なかったのに去年の回に続き2年連続。絶対わざとやってるだろ。むしろ他球団に取られるから厄介なだけなんだよな。ドラフト1位は多すぎだ。もうキャッチャーは優先しなくていいからな。日ハムとかぶった。早川は横浜。若月はカープ。2分の1なら余裕だ。ふん、ナイスー。ドラフト2位はこいつ。変化量と特能いい感じだぜ。ドラフト3位はこいつ。スプリットの変化量すげーな。以上だ。大杉一郎の打点記録更新目指して頑張るんやで。こいつは1年目から使ってやる。ファーストはここからずっと多すぎで埋まるんだな。こいつはもう一球しいるな。青柳さんに教えてもらうんやで。こいつもあと一球しだな。さすがにスプリットハマックスじゃないやろな。しっかり育って出荷されるんだな。FA で取ってやるからな。
まさか若月まで転生してくるとはな。正直このレベルなら仰いでいいからな。転生 OB 保守レベルじゃないと正保守は仰いやろな。四国選手はなし。またこいつか。今年は承認されたみたいだぜ。まあせいぜい頑張るんだな。年齢も年齢だし、そのまま引退コースかもな。石野頑張ってこいよ。さあ FA だぜ。なかなかいい能力だな。特能もかなりいいな。二刀流か。特能めっちゃあるな。でも負け運と乱調はかなり痛いぜ。打つ方も悪くないな。結構育ったな。井村出ていくのか。こいつは別に構わん。グッバイ井村。成績はいいな。能力は普通だけどな。千座なんてや。お前は出さねえからな。田口はなかなかレギュラー取れなかったからな。鈴木も入ったし出ていっていいぞ。他球団なら出番あるだろうしな。交渉は大場と千座だ。二刀流大場も取るぜ。お前はなかなかいい二刀流だな。年俸5億の5年契約結んでやる。背番号18希望？お前うちの背番号18の意味分かって希望してんのか？それに今桑田がつけてるから与えられねえな。サインしてさっさと帰れ。お前は若手ピッチャーとしてまだまだうちを支えろ。年俸5億の5年契約。お前も背番号18希望かよ。桑田がつけてるから与えられねえな。サインしてとっとと帰るんだな。大場来た。千座も残留だぜ。保証は金銭だ。滝中首か。リリーフ適正ないなら取れないな。ハーリー亡命希望。衰えてきたしもう帰っていいぞ。亡命許可出たか。パワーじゃなくてパワーまた首。また首になったのか。2倍以上アップ希望。戦闘員だな。獲得はなしだ。パワーはセーブに。青柳さん殿堂入りだぜ。青柳さんは金だ。タイトルなんてなかった。1年目からずっと2桁勝利だったんだな。青柳さんの安定感半端ねえ。ずっと2桁勝っても300勝届かずか。青柳のタイトルだ。青柳さん本当にいいピッチャーだったぜ。留学は青井と鈴木を。メキシコリーグだ。若手はすくすく育つんやで。さあルーキー多すぎ楽しみだな。
主力がだいぶ衰えてきている中、打撃に期待できる大杉が入団してきたな。しっかりと主軸として育ててやるぜ。続く、